崎チャンネル。ジョッ、ゲッツ、ソーチェ。はい。もう残り終盤、もう10試合切ってきました。さあ皆さん頑張ってソーチェックやっていきましょう。シリーズはね、最後まで完走していきましょう。さあということでね、今週もやってまいりましょう。佐々木智也の佐々木チャンネル、ソーチェック。はい。ということでね、今日パリーグから、はい。楽天対西武。15日1対5で西武。16日3対0で6点。17日6対5で西武。西武の2勝1敗の勝ち越しっていうところになりましたけども、15日ね、5対1で西武。西武ね、今井、9回127球、4安打6三振、4四球1って、まあ8勝目っていうところでね、まあ4四死球ね、はもう想定内です。もう今井の場合は。その中でね、どうやっていくかが、今井の勝負っていうところでね、まあストレートも力ありね、フォームもしっかりバランスも取れてね、非常にグッピッチだったんじゃないでしょうかね。まあ自己、真の8勝目ということでね、まあ残り試合何試合投げるか分かんないですけども、一勝でも多くね、来季に向けて頑張ってほしいかなと。で、楽天先発ね、滝中、7回97球、5安打3三振、無四球2失点、で、自責点は1っていうところでね、まあ最近の安定感はね、本当に抜群。両コースね、ストレートしっかり投げて変化球もね、グッと。制球力もね、グッドっていうところで、非常にね、いいピッチングできたんじゃないでしょうかね。まあ、ここでね、まあ、勝ちがつかなかったっていうのはね、まあ、打線の絡みもあるんでね、ここは仕方ないっていうところでね。で、まあ、楽天はね、攻撃、島内のね、4回表の一発のみっていうところでね、まあ、なかなかきつかったかなと。西武はね、2回表、先頭ね、中村がセンター前、で、山川レフト前続いて、でノーアウト1、2塁、で、ここでね、ファーストゴロの間にっていうね、山崎がね、こうセカンド鈴木大地が投げた時にね、あポーンってバーッとあれ取るだけ慌てたかな。でその後ね、ランナー残ってノーアウト一塁で、ブランドねライト前でノーアウト満塁から、戸川三振で、金子ねライトフライで、源田、レフトフライと、ここね滝中グッピッチよくね1失点で踏ん張ったかなと。ここ大量失点ね、ミスも重なってしてもおかしくない状況の中でね、まあ、あの1点もねエラーなくても1点は入ってたからねっていうことを考えたらね、よく踏ん張ったかなと。で、3回表ね、西武、殿崎ね、内野安打。で、森がね、レフト前ヒット。で、ノーアウト一三塁から中村の犠牲フライ。で、ここもね、この犠牲フライでよくね、滝中を踏ん張った。ね。でも西武はね、着実に点を取っていって。で、4回ね、島内のホームランのみっていうね。で、そっからね、まあ、両投手の投げ続いて、まあ、8回にね、ワンアウトから殿崎レフト前。で、森三振。で、中村フォアボール、山川ね、レフトへ。スリーランホームランっていうところでね、ピッチャー森原に代わってね、この3点。まあ、ここでね、勝負ありっていうね、形だったかな。まあ、楽天はね、全体的にちょっと弱んだっていうところで、ちょっと反撃のね、のろしを上げれなかったっていうね。で、16日、3対0で楽天。ね、楽天騎士、7回、102球、3安打2三振、3四球無失点と。まあ、初回ね、ちょっと2四球でバタついたけども、まあ、殿崎ね、この盗塁を済みたい。グッド。ナイス。これね、よく刺したんじゃないのかなと。これね、刺したのはね、非常に大きかったと。で、5回表ね、2アウト、1、2塁からね、源田にね、あのインコースストレート、グッと、あの三振、ナイスピッチング、ね、非常に素晴らしかったかなと。で、楽天はね、初回、2アウトからね、浅村フォアボール、そんで島内のね、レフトへホームランと、この初回のね、ピンチを防いだ後にこの先制っていうのは非常にいい流れだったかなと。で、5回ね、隅谷レフト前、で、辰巳バンド、で、山崎レッドボール、鈴木フォアボール、で、ワンアウト満塁から浅村のね、ライトへ犠牲フライ。まあ、ここできっちりっていうね、で、3点目。で、西武はね、先発浜谷、4回3分の1、72球、4安打4三振、3四球、1レッドボール、3失点。このね、四球から失点、フォアボールから失点っていうところがね、ちょっとまずかったかなと。まあ、基本的にね、西武のピッチャーの大体ダメなところはね、フォアボールから失点っていうね、で、結構フォアボール出す。だからそこがね、来季に向けて課題だね。やっぱストライクゾーンの中で勝負しに行って、しっかりね、甘くてもいいから、しっかり強い球を投げて、で、そこから回していくっていうね。あんまり狙いすぎるとね、フォアボール、フォアボールになって、結局いいことがね、今年全体含めてね、なかったように感じるんで、やっぱりこうね、フォアボール、特に先頭ね、とかって気をつけて、甘いでもしっかり取っていく。それがね、もう今みたいに強い球投げていくっていうね。浜谷とかね、どっちかっていうと緩急っていうところで勝負するんで、ここやちょっとフォアボールね、出しすぎるとやっぱり、生きないよね。ちょっと今井とはね、ちょっと違うスタイル。松本とかとね。だからそこら辺はしっかりね、ここから来季に向けては調整が必要かなと思います。11日、6対5で西武っていうところで、ね、マー君、
怒りの交代ね。怒りのってまあ自分のね投球だと思いますけど、4回3分の2ね、106球8安打5三振2球5失点と、まあ、低めにね行ってる時はボールも動くんでいいけど、高めに行くとねやっぱりなかなかちょっとね、まあ昔みたいにね、まあそれずっとね強い球投げれるわけじゃないんで、ちょっとねそこが中村への一発っていうところもね、高めにスライダーね、カットボールかな、浮いてっていうところで、まあ4回5回6回とね非常に西武はねパンパンポーンとね、いいところでフォアボールもね作りながら、2アウト1、2、2から4回もね川越がしっかりタイムリー打って、で5回もね、次がヒットで金子送りバントで下位でねチャンスを作って源田がタイムリーで、外崎がね内野安打で栗山犠牲フライの中村ホームランと最高のね、点の取り方と、まあここでねもう6回でしかも1点取ってね源田タイムリーでね、あもうこれで6対0。まあ、これ楽勝かなっていうところでね、楽でもね、反撃、3回、あ7回裏にね、山崎のスリーランホームラン、グッド、ナイス。で、9回もね、2点取って、1点差まで追い上げるのも、あれだけども、最後ね、茂木が、2アウト満塁からアウトってね、反撃ここまで。まあ、これはちょっと最初のね、6点が、ちょっと大きかったかなっていうところでね、まあ、2勝1敗で、西武の勝ち越しでした。そうそう、言い忘れた。西武ね、先発、渡辺、6回102球、4安打5三振4四球、無失点と、勝ち投手になってね、まあ、マークに投げ勝ったっていうところはね、喜ばしいけども、ちょっとバタついたね。フォアボール4つ、多い、全体的に。だからまあ、先発がね、この4試合で、まあ、今井4個、で、浜谷が、3四球、1デッドボール4四死球。だから、12四球出してるからね、12四死球。3試合でね。ここはちょっとね、まあ、よくね、無失点で抑えたけど、これはもうね、渡辺も来季に向けて課題でね。っていうところです。言い忘れました。はい。さあ、続いて、マジック点灯のロッテ対ソフトバンク。15日、3対1でロッテ、サヨナラ勝ち。16日、10対4でソフトバンク。17日、雨天中止。1勝1敗の5分っていう形になりましたね。まあ、この雨天中止でかいね。相手が千賀だっただけにね。ここはもうなんか、恵みの雨かなっていうね。ところで、15日3対1でソフトバンク、3対1でね、ロッテ、ね、劇的な終焉っていうね。まあ、両先発ね、リリーフしっかり踏ん張ってね、まあ、投手戦、なったかなと。非常にね、まあ、あのまま行ったらね、引き分けで終わりっていうようなね、展開でしたけどね、ソフトバンク、笠谷ね、5回3分の1、90球、2安打、4三振、2四球、1失点。で、岩下もね、5回84球、3安打、1三振、4四球、1失点とね、まあ、どちらもね、しっかり踏ん張りながら、5回の表ね、ソフトバンク先生ね、ランナー、3塁から、ワイルドピッチ、パーッと、カット、止めれます。その代わりね、5回裏、加藤がね、そのパス、ワイルドピッチの長吉ね、ホームラン、グワッと、ナイスホームラン、2本目、っていうね。で、9回裏、奇跡の9回裏、2アウトから、ピッチャー森、2アウト1塁、岡、サヨナラホームラン、グワッと、岡のサヨナラはえぐいね。このチームが苦しい時、この終盤ね、ここどうしてもっていう時に最後の最後で打つっていうね。まあ両チームね、3安打ずつだからね。で、ソフトバンクはね、まあ勝つとしたらこの2回ね、表、下位ね、センター前。で、リチャードアウト。で、今宮がね、エチャバリアのエラーで出塁して、ワンアウト1、3塁で、牧原、三森でここ1点取れなかった。ここがポイントだね。ここ1点取ってたらソフトバンクが勝ってたかもしれないね。で、今日、加藤もね、4回ワイルドピッチしてるから、今日2回してるからね、そこら辺しっかりやっていかないと。ね、バッと。はい。16日、10対4でソフトバンク。ね、ロッテ2球。1回3分の2、57球、5安打2三振、3四球、5失点。もう左肩速くて腕外回って手が緩い。打者は見やすい。ストレート力ない。バッと。速い。もうすべてそこで速いんだよ。速いのに前突っ込んでいくから、それ全部緩くなるんだ。あと引っ掛けてたり、低めが垂れるんだよ。で、ソフトバンクね、杉山、ね、石川が先発して、杉山はね、5回からリリーフ。5回ね、63球、ノーヒット、4三振。で、1デッドボール無失点。ガーッと。ナイスピッチングね。非常にね、このね、リズム作ったかなと。で、ロッテはね、初回、レアードのツーラン、山口のソロでね、3得点。いいスタートしたけども、ソフトバンクはね、2回表、ツーアウト2、3塁から。で、牧原のね、レフト前ヒット。これが大きい。ここがね、もし、牧原が打たないで、無得点だったら、ロッテが勝ってたかもしれない。ね。で、その後ね、栗原、ライト前ね、タイムリー、ツーアウト1、3塁から。で、柳田がね、スリーランっていうところで一気にね、5点で大逆転。ね。で、ロッテはね、3回裏、中村のね、レフトのホームランを打って、1点差で追いつくけども、ピッチャー鈴木ね、4回表、栗原ホームラン。で、柳田ね、フォアボールのデスパイネ、
左中間をねタイムリーヒットっていうところで、まあここでね勝負ありっていうかね、ロッテの流れが切れましたっていうね。で結果ポン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 ってやられて10対4でソフトバンクの勝ちっていうね。でまあね、17日雨で中止、ここラッキーっていうね、何かのおぼし飯かっていうね、この中止は非常に大きかったね。まあ結果1勝1敗の5分っていうね形でした。続いて日本ハムでオリックス、15日3対0でオリックス、16日1対1で引き分け、17日4対3で日本ハム1勝1敗の5分っていう形になりましたね。この17日負けたことによってロッテのマジックが1個減るっていうね。オリックスもね、勝てばマジックっていうところでね、勝ちきれないっていうところがね、なかなか厳しいね。さあ15日ね、3対0でオリックス、オリックスね、山崎総一郎6回109球2安打5三振1四球無失点と、まあいつもはね大胆なアマウントの投球に見えたけども、この日はねしっかりコースに投げ分けて変化球と精度もグッピッチ、非常にねこの成長してきてるかなっていうねピッチングに見えましたね。で日本もね、縦の6回86球2安打4三振2四球3失点と、まあ三振のね安定感は抜群ね。でまあね、一発に沈むっていうところでね、オリックスはね4回表宗、紅林がね2者連続フォアボール、ここが全て、縦のここが全てでね、その後ね杉本が、左中間へスリーラン、グーッとこの一発でね沈み、まあオリックスはね計4安打、日本ハム3安打っていうところでね、まあ両先発ね含めて、ピッチャーね非常に踏ん張ったかなとね、3対0でオリックスね。で16日はね1対1で引き分けっていうところで、ここもね両先発よく踏ん張ったかなと、まあオリックスがね山本6回116球4安打6三振2四球 1デッドボール1失点と、もう1点もやれないからね、もう最初からコースに投げて慎重に投げて慎重に投げてっていう投球でね、だからまあ6回116球と球数も多くなったっていうね、これがもっとね打線がポンポンってね先制ね点取っとけば、球数少なくねいけたけども、やっぱり細心の注意を払いながらピッチングにね見えましたね。でね、日本もバーヘイゲン7回98球2安打4三振3四球無失点とね、非常に粘りの投球で、まあストレート力あって、あのスライダーがねいいところに決めて、本当ここ最近のバーヘイゲンのね安定感、うん、ねいいね、クイック遅いけどねランナー出ないからね、走られないっていうところもあるし、この前ね和田がね、刺されたおさびっていうところのねコンビネーションっていうところがいい方向に向いてんのかな。でオリックスはね、チャンス作るんだけども、全部2アウトからだから、まあそこら辺がねちょっと1本ねなかなか出ない狙いっていうところで、まあ2回もね2アウト1、2塁で若月がアウトっていうね、で4回もね2アウトから T 岡田が2ベース打つけども、まあその後足立がアウトっていうところで、なかなかねノーアウトからランナー出ないでね、6回の裏に日本はね西川レフト前で野村アウトで近藤ライト前で続いて、で2アウト1、2塁からロドリゲスのヒットっていうね、この1点ロドリゲスが最近だよね、来季の契約に向けて頑張ってるのかな。まあこのままあれはこれで山本で負けた大きいなっていうところでね、まあ8回ねボヤが2アウト1塁からやっとの思いで堀からねヒットを打つっていうね、まあここね宗、杉本のねフォアボールで選ぶっていうのも非常に大きかったけども、まあ1対1、まあここでねこれ日刊スポーツにも書いたけど、まあ気になったのはね7回表ワンアウトから T 岡田がフォアボールでね、足立の時に3ボール2ストライクからでね、こう自動的に走ってボール球振っちゃうんだよね、でファール、あれ見逃したら1、2だったのに、それを振ったがためにね最後の球打ってセカンドゴロ、あれ見逃さなきゃ結構ボールだったよね。でまあなんとか三振しちゃいけないっていうね、当てにいってる気持ちはわかるけども、あれは振っちゃダメ、バーッとね。で、来たね、この日バーヘイゲンからヒットを打つ中もやっぱり一塁が空いてるから敬遠されて、で代打を押した、ここでね来たいっていうところでね、初球変化球見逃してね、2球目変化球ボールで、3球目ストレート見逃してね、で4球目、変化球ボールで、5球目ストレートボールで、6球目、変化球見逃し三振、1回も振らない、でしかも最初変化球見逃してストレート見逃し、何振ってんの、王者に期待してんのはそんなちょこまかじゃなくて来た球を打つっていう強気のスイングじゃないの、守りに入ったらダメだよっていうところをね日刊スポーツに書かせていただきましたけど、もうね引き分け、やっぱ山本が投げた試合では勝ちたかったね。で17日ね、4対3で、日本ハムの勝ちっていうところでね、まあ日本ハムね、噂は6回108球7安打7三振1四球1デッドボール3失点でね、まあ自己真の、12勝目っていうところで非常にグッピッチね。で竹安ね、3回3分の184球5安打3三振3四球4失点、球が甘い下がいっていうところでね、まあねこの、2回ロドリゲスにねワンアウト1から打たれたところもね高かったしでね、1点取ってもらってね、4回表に1点取って、足立のタイムリーでね、今日は足立グ、いい仕事したよ、日曜日はね。で、お、これでいけるかっていうところでね、この4回裏が全てよ、いきなりね、フルカウントから、ワンボールにね、ホームラン打たれて、ここ1点で収まってたよかったもののね、ワンアウトから中島、そして清水にね、フォアボール連発、バーッと。で、浅間にね、
時にピッチャー山田に代わって、浅間ね、西川、浅間がタイムリーヒットね、で西川川岸でぐらい。で、この二人もね、ピッチャー左だからね、引っ張りにかかってないんだよね。しっかり反対方向へ打ちに行ったっていうところでね、浅間もね、レフト前にタイムリー。で、西川もね、レフト行きたいぐらい。非常にこの対応がね、グッポイント。ね。で、ここでね、きっちり取って、あら、これはもう一気に日本ハムかなっていうところでね、6回表、杉本ヒット、もや三振、で、T 岡でヒットで、足立がタイムリー、で、北が犠牲フライっていうところで、ここで、来た、いけるよっていうところでね、まあ最後1点差でね、なかなか勝ちきれずっていうところで、やっぱ気になったのはね、このね、5回表、ね、若月がツーベース打って、福田のね、まあセーフティー気味の送りバンド、サードファールフライ、まあ野村がよくスライディングキャッチしたけども、あれちゃんと送っとかなきゃ。そういうところのミスが1点につながっちゃうんだよ。それずっと俺言ってる。ね。あと、最近気になるのはやっぱりね、この日もそうだけど、1番福田、2番宗がね、ノーヒット。で、宗はね、ロッテ戦ホームラン打ってからずっとノーヒットなのよ。だから、まだ終わってないのに泣いちゃダメなのよ。ね。プレッシャーで押し潰されてる中の泣いちゃダメなのよ。強くいかなきゃっていうね。ところでこの1、2番が出塁しないのもね、オリックスにとったらちょっと痛いね。やっぱ杉本の前にランナー出していきたいっていうところでね。まあ、紅林の3番もね、こう、安定感ないけど爆発力もあるしね。まあそこら辺どうなんのかな。マジックがね、出たり消えたりもう残り試合ないですよっていうところでね。結果、1勝1敗1分けっていうことになりましたね。セリーグ。はい。セリーグはね、超変則的な日程なんでね、皆さんね、ついてきてくださいね。なかなか説明するのもね、難しいですけど、一試合ずつ変わるんでね。で、まずはね、15日、ヤクルト対巨人。ね、8対7でヤクルトの勝ちっていうところでね、巨人、ピッチャー頑張ったら打てない。バッター頑張ったら抑えれないっていうところで、もうね、噛み合わせが悪いっていうところでね、まあ初回ね、いきなり巨人はね、坂本のホームラン、で、岡本のね、ツーランっていうところで一気に3点取ってね、お、今日いけるぞって言ったところでね、ヤクルトも2回裏にね、サンタナがホームラン、で、3回裏に青木がホームランとね、ホームランでね、お返し。でね、普通はこの6回表にね、中田のショートゴロの間に1点上げて、これでね、トントンって普通は、行く形なんだけども、6回裏にね、まだサンタナがツーランホームラン。で、ここでね、同点。で、あら、これもな、ヤクルトの波に飲まれるなっていうところで、7回表にね、先頭吉川がね、ヒット。で、送りバントもあって、ツーアウト二塁から、坂本の、勝ち越しタイムリー。で、丸フォアボール。で、岡本のタイムリーでね、2点取って、うわ、ここで引き離すぞってね、いうところになったら、ピッチャーがね、高木に代わって、高梨がね、マウンドに上がって、青木はね、フォアボール。これが痛い。バーンと。でね、山田のタイムリー、ツーベース。で、村上フォアボール。で、オスナ、畑が出てきて、スリーランホームラン。あんって、一気に4点。大逆転。で、8回の表、なんとかね、中田翔のホームランで1点差に詰め寄るも、最後は、ジェーンと。ヤクルト。ナイスゲーム。これもきついね。このジャイアンツの負け方ね。っていうことでね、この1試合でね、ヤクルトの勝ち越し。ね、一勝。はい。で、16日ね。まあ、ヤクルトつながりでヤクルトから。ヤクルト対中日。5対3で中日の勝ちっていうところでね。ヤクルト先発石川ね。4回3分の2、86球、7安打、1三振、1四球、4失点。4回にね、4失点も、そんなに悪い球じゃなかったけどね。結構低めにも投げてたけど、ちょっと切れなかったのかな。あそこを対応されるっていうことはね。で、中日ね、4回、ワンアウトから、桂ライト前。で、ロドリゲスバンドして、ネオがね、インコースストレート、見事。腰の回転とね、バットコントロールできればね、いいんだけどね、長くね、センター前タイムリーヒット。で、ここで終わらないでね、岡林ライトへツーベース。で、大島フォアボール、これ痛かったね。で、ビシエドがね、進化、厳しいところをね、レフトへ2点タイムリー。でね、高橋、センター前、これもね、カットボール、外いいとこだったけどね、でうまく打って、センター前タイムリー。ね、一気にね、4点取る。ね。で、5回裏ね、サンタナホームラン。で、山田がね、レフトへタイムリーとね、反撃するもん、ここまでっていうところでね、まあ、中日はロドリゲスね、5回92球、7安打4、3三振、4四球、3失点と。ね、縦スラがね、もうほぼ多投。92球中、43球縦スラ。ね、もう、これで投げ通すっていうね、すごい偏ったね。で、あとカットボールあるから多分ね、5割5割ぐらいでね、変化球とストレート。でも半分縦スラだからね。まあそこをね、ちょっと対応しきれなかったっていうね。で、田島福、又吉マルチですと、まあ好リリーフで中日が逃げ切るっていう形に、なりましたね。続いて、ヤクルト対 DeNA。だからヤクルトはね、この3連戦、巨人、中日、DeNA と、3試合ずつ変わっていくって、これもミーティングめんどくさいね。特にバッテリー。毎日違うミーティングをしっかりやらなきゃいけないっていうね。こうストレス半端ないバッテリーね。
で、17日はね、7対3でヤクルトの勝ちっていうところでね、ヤクルト金久保、ね、5回67球、6安打3三振、無四球2失点と、まあね、ストレート中心で、ストライクゾーンにどんどん投げ込んでいくっていうね、そんで、そんなから変化球、非常にね、この、自分優位のカウントで攻めれたっていうところでね、グッピッチ。ね。で、4ヶ月ぶり登板で、5ヶ月ぶり勝利ということで、このね、勝ちっていうのは非常に大きかったかなと。ヤクルトとっても大きいし、金久保にとっても今年中にね、こうやって復帰できて勝ち星上げられたっていうのはね、非常に大きかったんじゃないでしょうかね。でね、ヤクルト、4回ね、ワンアウト満塁から古賀のね、ショートゴロ内野安打の間に行って、ナイス全力疾走。まあ、これがね、今年のヤクルトの象徴かなっていうようなね、プレーでしたね。でね、リリーフがね、清水、ね、浅尾越えっていうところで48ホールド、非常に素晴らしかったですね。でね、山田の、もう、大活躍。ここが、なんと言っても、大きいっていうところでね、まあ3回表ね、金久保がね、アウトになって、でね、山崎フォアボール、で、ここで盗塁、で、キャッチャー、山本、バーッと、悪送球、で、3塁まで行って、青木の犠牲フライ。こういったところってね、外なく、ノーヒットでね、1点取るっていうところも、ヤクルトのね、強さかなっていうところはありますけれども、でも3回裏はね、しっかり楠本のね、タイムリーヒットで追いつかれて、ね、こっからまたね、ジャイアンツ戦と一緒の乱打戦が始まります。で、4回表ね、捉えたら取り返す倍返しだね、じゃあ、捉えたら取り返す !1 点ずつだっていうね、いう形で、村上ヒット、オスナヒット。で、サンタナアウトになって、元山がね、ヒット。で、満塁になってから、古賀のね、このさっきの言ったね、全力疾走で悩んだ。非常にね、大きかったかなと。でね、DNA もね、捉えた取り返す !1 点勝つ !1 点ずつだっていうね、ところで、4回裏ね、牧ヒット、宮崎ヤヒットで繋いで、外アウト。で、ここヤマトのね、犠牲フライっていうところでね、1点。ね、ヤクルトもね、捉えたら取り返す !1 点ずつだもう何回目やってもしつこいっていうね。で、ここもね、山崎がね、先頭ライトでツーベース。で、青木アウトになって、で、三塁ね、タッチアップして、で、山田のね、犠牲フライ。ここでね、しっかり1点取るっていうね、このコツ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 ね、掴んだチャンスをしっかりものにしていくっていうのは大きいよね。で、7回表にもね、塩見、代打ね、フォアボール。で、山崎ね、フォアボール。桜井出てきてね。で、青木アウトになるけども、ワンアウト一塁から、山田がね、レフトにタイムリーツーベース。ね。で、7回裏ね、DNA の反撃。ね。神里がタイムリーツーベースって、まあ、引き下がってくるんだけどね。この、9回表、山田のね、スリーランで、まあ、ここで勝負あったっていうね、形で。で、まあ、ヤクルトもね、リリーフ陣、スワレス、今野、清水、マクガフと、まあ、今野がね、1失点したけども、非常にね、粘り強い活躍っていうところでね、清水のね、この浅尾越えっていうところも良かったしね。で、まあ、DNA としたらね、この、6回裏の、まあ、ちょっとしたことないな、ことなんだけど、ワンアウト一塁でね、宮崎のピッチャーライナー、ね、セカンドランナー佐野がね、帰れてんのに、ファーストランナー牧が飛び出し、バーッと、あんな慌てていくことじゃないじゃん。そこら辺をね、ちゃんとしてもらいたかったなっていうところとね、で、牧もね、ここ、しっかりね、打撃においては、非常にね、いい形で、この日もね、3打数2安打、あと2輪で3割だからね、こう3割、この、ちょっと佐藤が落ちちゃったんでね、この栗林の新人争い、こう3割は乗しときたいなっていうところでね、いい形はしてるんで、そう、総理でちょっとしたところ、しっかりやっていきたいなと。ね、ヤクルトは DNA ね、1勝で、ヤクルトの勝ち越し。まあ、ヤクルトはね、3連戦で考えると、2勝1敗のね、勝ち越し、マジック4になりましたね。続いて、16日の試合、巨人広島、7対8で広島の勝ちということで、巨人2試合連続ルーズベルトゲーム。ね、で、しかもそれで勝ちきれない。きついね。巨人先発ね、高橋、3分の2、もう初回でね、34球6安打1三振4失点で交代。で、トネがね、引き続けども、2回3分の1、36球2安打1三振1四球3失点と、もうほんと崩壊。でね、でも森下もね、6回3分の1、112球9安打5三振1四球1デッドボールで5失点でね、打つんだけどね、最後は、ね。結局、粘り切れずっていうね。まあ、いきなりね、初回、ウグサがね、先頭打者ホームラン。で、アウトになって、西川、鈴木誠也がね、ヒットで打って、で、ツーアウトになってから、菊池林のね、タイムリーっていうね。で、3回表にも、鈴木誠也のホームラン。で、菊池のね、ツーランホームランで3点。6回表、ね、小園のタイムリーヒットでね、こうもう8対0。普通もこっから、これでね、ジエンドっていう形だったけども、5回のね、ウィーラーホームラン。で、そこヒットね、中田、大城、ヒットで続いて吉川フォアボール。で、代打中島がね、ショートゴロの間に1点安定。で、松原タイムリーヒット。ね。で、坂本、デッドボール。で、丸がね、アウトになって、ツーアウト満塁から、岡本がね、タイムリーヒットで、一気にね、5点返して、おわね、いけるぞで、9回裏もね、ウィーラーのタイムリーで2点返して、ツーアウト2塁で、最後ね、中田が三振っていうところでね、まあ、でも8対0からよくね、追いついてきたけどね、もうこのね、ルーズベルトゲームはね、正直ね、解説できない。だってもう何がいいかわかんない。
ピッチャーももう、それは打たれたら悪いしね。バッターもナイスだけどね。もうちょっときついね。解説も難しいね。こういう試合、逆にね。1対0の方がまだしやすいね。まあでも、ナイスピーって終わっちゃうんだけどね。まあ結局ね、8対7で広島の方、広島が、まあ数字上はね、巨人の方が圧倒的有利だけども、ね、3位まで確率あるっていうところでね、この勝ちは広島にとったら大きいんじゃないですかね。さあ続いて、11日。阪神と広島。広島のね、カードが変わってっていうね、4対2で広島の勝ちっていうところで、阪神はね、だからこの週末、1試合のみっていう形になりましたけどね、阪神先発ね、秋山、5回72球、4安打6三振、無四球3失点でね、まあ粘りの投球したけども、このね、3回表、ワンアウトからね、林にホームラン。で、玉村がね、三振取るけども、宇草のね、ホームランっていうね、ところで、で、4回ね、鈴木誠也にホームラン。だからこのね、で、8回鈴木誠也にホームランだから、阪神はね、ホームラン4発にやられるっていうね、そんなに打たれてないんだけどね、だからそこがね、ちょっともったいなかったかなと。で、広島ね、先発玉村、6回3分の1、121球、8安打、2三振、1四球、2失点と。まあね、ランナー出しながらも、粘りのね、投球できたんじゃないのかなと。で、7回裏ね、こちらも、小野寺ね、ライトへのヒット。で、ね、ロハスジュニア、ね、レフトへホームランっていうところで、まあ今日のね、この試合ね、ホームランでしかね、点が重なってないんだけども、まあそのね、ホームラン4本対1本っていうところでね、っていう形でね、まあ勝負は決まったっていうところありますけども、まあ強いて言ったらね、阪神はこのね、3回裏、坂本ヒット、秋山バント、で近本ヒット、で、ワンアウト1、3塁から、中田のファーストゴロね、で、間にホームね、坂本アウト、で、マルテがアウトってね、2アウト2、3。ここでね、点、取っときたかったなっていうところはね、ありますよね。あとはね、ほぼほぼ、まあ4番ね、大山がヒット打つとかもありましたけども、ほぼほぼね、ちょっと得点チャンスなく沈んじゃったからっていうね、ところはありますね。まあこれはちょっとね、優勝に向けて、阪神のね、敗戦っていうところは、ちょっと痛かったかな。でもね、広島はもう鈴木誠也のやつ。だから鈴木誠也がね、あと1本で、岡本村上に並ぶっていうことで、これホームランを逆転したらね、逆にすごいね。でもそのね、逆転しそうな勢いあるね。一時のずーっと打ってたような勢いがね、今見られるっていうところで、まあ、阪神も逆転数字上きついかな。でもこれは2位はね、もう確定なんで、まあね、クライマックスあるんでね、ここからどうなるかわかんないっていうところで、そこまでにはね、こっちをチームをね、持続させていきたい。でね、万が一の逆転優勝もあるんでね、まあこういったところね、明日からも含めてね、しっかり勝っていきたいなっていうところはあるし、広島はね、一気に、数字上は難しいけど、一気にね、いける可能性あるんで、もしかしたら逆転3位もね、あるかもわかんないんでね、ここからの試合展開、見逃せないですね。結果、1勝で広島の勝ち越しでした。さあ、ベストラインの発表です。パリーグから、ピッチャー、セーブ、タイガー、20セーブ、20ホールド。素晴らしいです。キャッチャー、ソフトバンク、カイ、全試合出場へ、ラストスパート。ファースト、日本ハム、高浜、成長株。セカンド、ロッテ、中村、優勝へ、ラストスパート。サード、日本ハム、野村、成長株。ショート、西武、源田、大分商業高校出身。レフト、ロッテ、小木野、2年ぶりベストナインへ。センター、ロッテ、岡、さよなら男。ライト、オリックス、杉本、徳島魂。DH、ソフトバンク、デスパイネ、来季も契約へ。特別賞あります。ロッテ、佐々木朗希、ここからが本番。ソフトバンク、杉山、グッドリリーフ。セリーグいきます。ピッチャー、広島、クレイ、初タイトルへ。キャッチャー、ヤクルト、中村、優勝へカウントダウン。ファースト、DNA、マッキー、新人王へラストスパート。3割は乗せよう。セカンド、ヤクルト、山田、マジック4。サード、DNA、宮崎、FA 取得。ショート、広島、小園、先週全試合ヒット。レフト、阪神、ロハスジュニア、やっと本領発揮。センター、阪神、近本、4試合で10安打。レフト、広島、鈴木誠也、逆転のホームラン王へ。特別賞あります。阪神、高橋遥人、神ピッチング。ヤクルト、サンタナ、打力爆発。ヤクルト、清水、浅尾越え、48ホールド、50行きたいね。広島、宇草、
今が頑張り時。さあ、ということでね、もう残り少なくなりましたけども、ね、ヤクルトはマジック4、ロッテはね、マジック7、でも楽天、オリックスもね、ここどうなっていくのかっていうね、ところで、今日はね、阪神広島、ね、栗と伊藤正史、だから栗はね、タイトルに向けて頑張らなきゃいけないっていうところと、ロッテはね、三馬与座っていうとね、オリックスが試合ない時に勝って、ゲーム差が並んだ場合、ね、ロッテの方が上に行くっていうね、あと勝率が同じになった場合、交流戦を抜けての勝率の方が高いチームが勝つっていうところで、ロッテの方が上っていうところでね、勝率が一緒になってもロッテが1位っていうところでね、まあでもここは、負けられないね。で、楽天ね、日本ハム、楽天はね、こう3位ね、死守っていうところで、ここはしっかり勝っていきたい。ね。でね、ロッテはまだソフトバンク戦あるっていうところで、まあね、今週もちょっとね、チームスイムがね、すぐ変わってね、3連戦同じカードじゃないですけども、しっかりみんなチェックしていきましょう。さあ、ラストスパートね、優勝は、クライマックスシリーズ進出は、タイトルはどうなるのか、最後まで見逃せませんね。今週のプロ野球も、要チェック。